皆さんこんにちは。千葉市の広報番組が千葉情報クリップとして装いも新たにスタートしました。番組の進行を務めさせていただきます山口正孝です。よろしくお願いいたします。さあ、この番組では千葉市の市政情報を分かりやすくお伝えしていきます。ぜひご覧になって生活に役立てていただきたいと思います。さあ、はじめは千葉市政だよりの記事をご紹介していく広報河原版です。10月からリニューアルした千葉市政だよりを見ていきましょう。それがこちらです。さあ、一体千葉市政だより何がリニューアルしたのか。ポイントは3つあります。まず1つ目です。配布方法が変わりました。配布方法が新聞折り込みから各ご家庭の郵便ポストへの直接配達に変わりました。皆さんのご家庭にも届いていらっしゃいますでしょうか。より多くの方にご覧いただけるよう全個配布になりました。そして2つ目です。発行日が月2回から1回になります。減っちゃったのと思った方、ちょっと待ってくださいね。この1回で1ヶ月分の情報を詰めた内容になっています。それが3つ目、ページ数が20ページから24ページへ増えます。発行回数は月1回になりますが、情報量は充実するんですね。また紙面の構成も一新し、親しみやすいデザインになっていますので、ぜひご活用ください。さあ、それでは10月号の注目記事を見ていきましょう。まずは第1面です。市政だよりで振り返る70年、年代別の市政だよりが映っています。この色合いの違いを見るのも面白いですね。で、古いものを見ますと、幕張小手橋が千葉市になりましたですとか、ちょっと上行きますと、今日から政令指定都市などの見出しがありまして、千葉市の移り変わりがよくわかるようになっていますね。そして続いて第2面を見ていきましょう。第1面をご覧いただきまして、続いてはこちらです。はい、この第2面を見ますと、その主な歴史を当時の市政だよりとともに紹介しています。創刊が昭和23年です。残念ながら現在は確認できませんが、当初はガリ版刷りのものを回覧していたようです。昭和28年の紙面も見ていきましょう。昭和28年がお隣ですね。こちらでは明けゆく港、伸びゆく千葉市と書かれていますが、この年に初めて1万トン級の船が千葉港に入港、川崎製鉄千葉製鉄所溶鉱炉の火入れが行われたと書かれています。当時から港が千葉市の発展の礎だったことがよくわかりますね。市政だよりで振り返る千葉市の70年、ぜひご覧ください。また市では昭和23年の創刊号をはじめ、昭和20年代から30年代の市政だよりを探しています。情報をお持ちの方はぜひ広報広聴課までご連絡ください。さあ、続いてはですね、第11面にも注目記事を掲載しています。それがこちらです。ご注目ください。衝撃、実はとっても重かった。これすごい見出しですけど、何が重かったのかと言いますと、千葉市の焼却ごみ削減キャラクターヘラソウくんの体重だったんです。ヘラソウくんとっても可愛らしいですよね。ただこの見た目とは裏腹にとっても重いということなんです。皆さんはヘラソウくんご存知でしょうか。その体重、なんと千葉市の1年間の焼却ごみの量と同じで、ダイエットの必要があるんだそうです。現在の体重は246,156トン、そしてダイエットの目標体重が235,000トン、つまり11,156トンの減量が必要ということなんですね。そしてこれまでのダイエットの歩みも掲載されています。こちら平成19年の誕生時の体重はなんと306,805トン、
で以来ダイエット計画によって減量をぐーっと進めてきたんですが、第二次計画策定の頃から停滞期に、でその後さまざまなダイエットに取り組んで、平成26年度に当初からの目標だった焼却ごみ3分の1削減を見事に達成しました。そして最新の第3次計画では23万5000トンへの減量を目指しているということです。では一体どうやったら減量できるのか、それが第12、13面にその減量方法となる 3R について掲載されています。皆さんも 3R という言葉は聞いたことがあるなという方多いのではないでしょうか。その 3R、 こちら詳しく書いています。3つの R からなるゴミ減量のためのキーワードが 3R です。 3R のまず1つ目がリデュース、ゴミにしない、出さないということです。物をゴミにしないことを心がけましょう。何より大切なのはゴミを出さないことです。そして 3R の2つ目です。こちらがリユース、繰り返し使うです。そして最後がリサイクルです。3つ目がリサイクル、もう一度資源として活用しようです。具体的な取り組みもヘラソー君がいろいろと教えてくれていますね。まあ、その他ですね、紙面では食べ飲み歩きイベントチーバル2017の参加飲食店での食べきりキャンペーンや、お隣小型家電回収ボックスについても掲載しています。まずはできることから始めていきましょう。さあ続いてはですね、第23面です。こちら美味しい話題ですよ、ご覧ください。さあこちらの第23面、管理栄養士おすすめ健康レシピが紹介されています。今回は白菜の味噌マヨ炒めです。千葉市民の野菜の摂取量が1日平均 269g、 小鉢1品をプラスして目指せ1日 350g 以上、美味しくたくさんの野菜を食べましょうということで、レシピも詳しく書かれているんですが、その他にも野菜をたくさん食べるコツなどが紹介されています。また白菜というのは風邪予防に効果が期待できるビタミン C などビタミン、ミネラルが含まれていますから、肌寒くなってきたこの時期にぴったりですよね。白菜の味噌マヨ炒め、おかずに一品加えてみてはいかがでしょうか。さて続いては市内で行われた出来事などを紹介する映像トピックスのコーナーです。今回は千葉市美術館の話題です。ボストン美術館浮世絵名品展鈴木春信をご紹介します。鈴木春信は高度な多色刷り木版画、すなわち錦絵誕生の頃に第一人者として活躍した浮世絵師です。この展覧会はコレクションのほとんどが海外に渡り、国内で作品を見る機会が非常に少ない鈴木春信の作品を紹介するものです。会場では春信の初期の作品をはじめ、春信がよく主題とした江戸の人々の日常や子供たちを描いた作品、そして若い男女の恋を描いた作品などを展示しています。また今回の出品作の中には、世界で1枚あるいは2枚しか確認されていない作品も含まれるなど注目を集めています。希少な作品をぜひご覧ください。さあ千葉情報クリップいかがでしたでしょうか。これからも千葉市からの情報を市民の皆様へお伝えしてまいります。次回の放送では国の特別史跡指定で注目を集める加曽利貝塚をご紹介します。ぜひご覧ください。なお千葉市政だよりが届かない方はお問い合わせください。またホームページでもご覧いただけますのでご利用ください。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。